こんにちは。今日はハッピーイースターの時にとドイツ人のお友達からもらったギフトがあったので紹介するよ。トゥルルルルン、トゥルルルルン、トゥルルルルルルルン、シルビア TV スタート。今日はピンクのワンピースにロングニットコート、ロングニットカーデ、ベリーキュート。まだね、少し肌寒いからこういうカーディガンとか羽織物がやっぱりめちゃくちゃ重要で、今回もらったものがじゃーん、これすごいかわいい、ピンクのハートのシャツ。これよく見るとローズなの。ローズがいっぱい集まってハートになってる、かわいい。それからこれはワンピース、めちゃくちゃおしゃれ。ここが少し、まあ胸元このら辺が少し空いてるんだけど、かわいい、春らしくていいデザインだよね。お出かけが楽しみになっちゃう。これとこれで着てもうん、かわいいかもしれない。今度なんかまた動画撮るときにこちらは実際に着て受けそうかなと思ってます。今日はねピンクだから実際にこの T シャツを着て着てみよう。いきなり着替える、いきなり着替えて、じゃじゃんじゃん。これ本当にかわいいの、お気に入り。いやべー、ゴー、わーわーね、本当に可愛いでしょ。サイズ的にもちょうどぴったり、私の髪の長さにぴったり、ちょうどハートがちゃんと見える。すごい可愛いデザイン、可愛い。とっても新しいお気に入り。これからね T シャツの時期になるからほんとちょうどよかった。この前もお母さんと出かけた時に T シャツは買ってきたんだけど、まあ、T シャツはね何枚あってもいいからね。洗濯してまた着たりするからよかった。そして他のギフトはじゃじゃーん、何の箱でしょう。こちらも実はじゃじゃじゃーん、こちらもハート、すごいかわいい、 I love you プレート、 A lot of message in hereI love you please。 これね多分ライトアップしても綺麗かもしれない。今度ライトアップしてこんな風に写真に撮ろう。私いろんなイルミネーションのやつ持ってるから、それでやあのライトアップしたらすごい映えるかも。嬉しい。なんか飾っといてもいいし、何かと写真を一緒に撮っても綺麗、かわいい。それから私の大好きな、もちろんそして重たい、ジジ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 ジー、あれ、あ、逆さまだった、うっすい、またもやバスボム。まだこの前もらったのいっぱいあるんだけど、うわーすごいファンシー、かわいい。今度は今度のシリーズはマンゴー、スイートオレンジ、パイナップル、
ココナッツで、あとはアップルとピーチ、そしてそしてチャンスオータンドール、スズラン、ジャドール、シトラス、パウダリー、ホワイトフィオニー、なんか半分に分かれてて、フルーツと、あとこっちは香水シリーズになってるみたい。なんか使うの楽しみ。もちろんこのハートのやつが一番可愛いんだけど、でも私的には楽しみなのはホワイトフィオニー、このスズランシトラスホワイトフィオニーっていうお花が入ったフレグランスシリーズには、ほらフレグランスキャンディーみたいのが入っているの、すごい可愛い。なんか私のネイルみたい、ほらここのネイルみたいでしょ、可愛い、こんな感じそれぞれ違う色入ってて、すごい可愛い。うん、前回のシリーズにこういうのはなかったから、これまた新しくて使うの楽しみで、今回のオープナーはこんな、あう、うぶこんな赤だった。ビニールがぴっちゃりしてて、あの開かないから、これでピッてやったら綺麗に開きやすいって感じ。そうなんだよね、すごい、ありがとうまたこれもね、写真に撮って使おうと思ってるよ。そして最後はボッテガ、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 何かと言いますと、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、で、オープン。うわー、ベリーベリーキュート、すごい綺麗じゃない、これ、エメラルドグリーン、これ多分、あ、ボトルの色なんだよね。それでこのシールもすごい虹色に光る、すごい綺麗。スパークリングワインなんだって、マカデミアモスカートだって。へー、綺麗すぎて飲むのもったいない でもめっちゃおしゃれ、ボトルがこんなのいつ飲むなんかの記念日じゃないともったいなくて飲めない感じだよね。すごい綺麗。なんか昨日の夜開けた時はもうちょっとなんかミント色みたく見えたんだけど、今昼間見るとなんかすごいくっきりグリーンって感じ。誰か一緒に飲む人いないの？かわいい、本当に。これはよく冷やして飲むといいけど、なんか特別な日に。いや、でも早く飲みたいような、もったいないような、そんな感じかな。なんか、あ、イースターってあんまり日本の文化ではないんだけど、こんな風にお祝い、何かプレゼントをもらうと、あ、そっか、イースターだもんねみたいな実感が湧くって感じすごい嬉しかった。バスボムもね、なんかこれさ、前のシリーズにちょっと似てるんだよね。ちょっと見せるね。前のシリーズがこれだから、なんか似てるよね。同じ会社なのかな。あれ、でも違うかもしれない。よくよく見たら、もうバスマニアだから、え、大きさが違うと思う。うんうん、私の検証からいくと大きさが違う。さあ、アンサー、あれ同じだあれ同じ、ええ、あ、うん、あ、ほら大きさ違うじゃん。やっぱりバスマニアバスマニアは分かりますよ。
あれ同じじゃない？なんだ、大きく見えたよ。前の方が大きく見えた。やっぱり同じだね。でも似てる。は、混ぜたら分からなくなっちゃう。へえ、だいたいバスボムの大きさって決まってんのかな。なんかこうやって持ってたら本当イースターエッグみたい。かわいい。しかも匂いもすごいふわーっと広がって。今はね、たくさんあるから何の匂いか分かんないぐらい混ざってるけど、これとか地球儀みたい。すごい。いやでもパッと見本当にあれ前の方が大きいって思ったら勘違いだった。だいたい大きさは決まってるのかも。前回のピックはオレンジだったから、オレンジだったから、今回と合わせたら、わーキュンです。かわいい。いいね、ありがとう。すごい楽しい。でもなんかまだ使ってないのがいっぱいあるからね、気分に合わせてどんどん使っていこうと思ってるよ。ありがとう。じゃあ今日はこんな感じでギフト紹介でした。どうもありがとう。バイバーイ。